ち行っていいですか。こんばんは。あのですね、私はそうではなく、テニスをやってですね、翔くんの大学の1年生からずっとスイングが綺麗で、本当に和製フェデラーって言われてますけど、その私も本当に仲間がそこにいるんであれですけど、島袋のショースイングってやつを私ずっとマネージャーとしてたんですけど、全然できないんですよ。そこでですね、イースタングリップで持たれてるじゃないですか。はい、多分イースタングリップ持たれてて、それでいいですか、技術的な話していいですか。ついてこれます。これでね、いいです、すごくいいです。それでですね、イースタンで握って、それでチャブラケットヘッドマイスコアに持ってって、それでここからこの翔くんは綺麗にここまで内旋して、ここでドットパッドになって、地面に平行になって、ここから外旋して、こうやって内旋していくんですけど、私どうしてもここからこういう作用出ちゃうんですよ。これ私で言うクルリンパっていう作用なんですよね。それが理由が分かんないんですよ。だから結局、この辺までは出るんですけど、ここからがダメなんです。どうしましょう。それはですね、ちょっと僕にはわからないですね。ほら、あまり自分のなんかスイングだったり、そういうのあまり見たこともないですし、だって、フェデラーのように綺麗っていうふうに言ってくれるくださると嬉しいです。あまり分析したこともないので、内戦とかもしれないですね。これ天才肌の人ってこういう感覚なんですね。何ですか、フェデラーファンっていっぱいいるんですけど、じゃあそれほどフェデラーのスイング見て、ああしろこうしろってやらないで今のスイングになってるんですか。まあそうです、フェデラーの仕方を応援したっていうことはあまりないです。はい、そうなんだ。でもグリップももともと薄かったので、あ始めた時から、そうですね、フェデラーの薄いから薄くしようと。ありがとうございます。そうなんだもんね。最高の。注目ですよ。ここから見てもらいたいのがですね、島袋翔くんのですね、右足とですね、ラケットヘッドの位置、スイングのラケットヘッドの位置を見てほしいんですよ。間違いなく体の後ろになんか曲がってないし、余裕のある右側処理をしてるんです。見てください。Oh!
ショープロはですね、フォアはあのフェデラーのスイングなんですが、ボレーはフェデラーのボレーじゃありません。比較的 A タイプのボレーです。ご覧ください。サーブはですね、まずあの構えのフェースの向きご覧ください、上の方に向いてますので確認してもらいたいと思います。軽く前腕を海外してスタートします。永井さん、天才肌だからあのね、なんとなくできちゃう人、なんとなくできちゃう人、最初わからなかったですよねだって、なんとなくあのスイングできちゃうんだもん。どうしてもこう、やっぱりこう前に意識すると前にこう、出したいじゃないですか。やっぱり大きく取りたいんですよ。俺も一緒。そこはどうやって意識してて、やっぱりさっきみたいにボールにこう3つとか、うん、あ、そう、前に振り切れないんですけど、一緒なんですけど、ね、結構まあ一般の人ってこっちでかくて、それでインパクトからこうなっちゃう。自分たちではこっからプロみたいに、こっからスーッとみんななってるんだけど、俺らどんだけ頑張ってもこっからここを行っちゃうの。それの多分わからないですけど、結果を意識してるから。ボール触れたいと思うと自然に触れなくなっちゃうんですよ。だから僕も最初この練習した時は全然ボールでした。そこから徐々に、まあ、感覚が出始めた時に、はい、だから調整していく。まずもういいよと、まあ、いけと、なんか潰すっていうのと、まあ、あとはしっかり当てる、ね、そこを意識してそこから調整するっていう方法もあるし、だからうちらは家に行ってなんか入れなきゃで、なんかスピンかけて入れなきゃっていうとか、だから確かに意識して、そのイメージはどうですか？試合入るとね、まあ試合入るって練習の時にそう徐々に。プロのスイングを見るとどうも 100% で振りたくなるあるあるです。よいしょ、おい、
あ、そっちもだってよ、そっちもだってよ、そっちもだってよ。島袋翔、俺がぶっ倒す。勝利宣言。いけ。いいです。翔くん、高尾プロ絶対です、はい、どうなんですかね。インさん、あの下手に俺も行ってきたんですよ。それで高尾プロにこれ、ん？これで私包丁握るんですけどって言ったら、でも俺はインさん。本当ですか？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 で、高尾プロちょっとこっちが本当ですか？細かいですね。あまり考えたことないんですけど。細かいっすね。どうやってます？こっちで見させて。見て。待って。はい。はい、これどう俺とやっぱり。違う。いや、そうやるとわかんない。ああ、トコトメさんの方が熱いっすね。やっぱりじゃあ曲がいいさって言ってたじゃないですか。言われるんか。わかんない。でも、逆にもしこっちだって言ったらちょっと、でもそれこそ高尾プロに言われたのが、もし言ったら少し薄く握ってるんであれば、やっぱり薄く握った方がとは言われたりますけど、もうちょいですね、パーしてもらっていいですか。はい、これ少し変えてみよう。スラサウルで、ちょっと斜めスラサウルをスピンって開けなきゃダメ。握っちゃう。そうですね。これはやっぱり多少この辺はやっぱり自分でこれだってやつの方がいいのかな。そうですね、はい、握る。支えがないんだもん。支えしすぎて、そこの角度ができるでしょ。分からなくなるので違う。これが、いくよ、ちょっと外れる。まあ、ここでやってみます。そうですね、自分が振りやすくて、ラケット動いちゃう。これいいなぁ。で、コンチでコンチあげるでしょ。そうです。動かないんですよ。これがコンチやったら。コンチっぽいんだけどなぁ。こっちやっぱり、俺違うのかなぁ、やっぱり。あ？どう？ね、俺どう？俺やっぱインスタン。いや、今薄くなってますよ。いや、さっきより。今までこれだよ。そう？高尾がそう言うんだよね。友達？じゃ年下だから。どう？やっぱインスタン？
まあ別にグリップは僕こだわんないんで。そうっす。なんでも別に。でほらポンチで持てって言われるから、はい、これが、あやくんこれどっちだと思う？これ握りポンチいいですか？どっち？完璧なポンチじゃないですか？イースタンとコンチのちょっと間ぐらいかね。いや、イースタンほぼコンチでいい。イースタンってどのぐらいのこと言うんですか？だよね。高尾プロがこれイースタン、これ絶対書いてないもん。これイースタンって言うんですか？ただ軟式のコンチとイースタンなんかちょっと違うみたいだね。あ、いいよ。ローティースプロペっていうところはコンチですか？コンチだよね。まあいろいろな見方。何で見てたの？タコビッチさん頑張ってありがとうございますご視聴ありがとうございました。第2部は上越最強と島袋選手の戦いです。